ここに来よくぞ集いし我が精鋭たちよ。ここおはようございますマスター。すでに身支度ができているようで何よりです。さて早速ですがビジネスのお話を。バレンタインの予定が決まりましたわ。8時からガラテア様バーバンシー様と現代アートの勉強、9時からミス・クレーン様とエッチャン様とステージライブ企画、10時からグダグダの皆さんとエリザベート・シンデレラ様のミュージカル鑑賞、11時からモルガン陛下とハベトロット様とテレビドラマ奥方は魔女の鑑賞と昼食会、13時からメリュジーヌ・パーシバル様と馬上槍の模擬戦、14時から15時50分まで2021年カリブ海冒険隊の集い、その後10分のタラスクキッチンを挟んで16時からモレー様、ゼノビア様を交えてハロウィン対策本部の視察、続いて17時からはニキチッチ様のサバイバル教室、18時からは旧ペペローナ伯爵邸跡にてバーゲスト様とのディナーとなります。また太公望氏から釣りのオファーが入っておりましたが私の一存でスルーしておきました。はい、通常であれば浮気移り気の多さを指摘するところですが、私は全力で応援いたします。人類を背負うマスターはそうでなくては、英雄色を好むと言いますものね。ご安心ください、活性アンプルの在庫はいくらでもありますわ。まあそれはそれとして、今のは新規のお客様とのスケジュール、めくるめく2022年の風を感じるためにはこれまでの責任を果たさなければなりません。具体的に言うと他の皆さんとのイベントです。積もりに積もったチョコの受け渡し実に300件ほど、中にはカルデアに召喚されていない方もいらっしゃるかもですが、そこはそれ、霊気グラフの奇跡ということで、こちらは特別会場を設け一気につき50分で対応していただきますがよろしいですね。そうですわよね。私もこのような握手会じみたバレンタインはどうかと思うのですが、サーヴァントの皆さんから頑張れカルデア、今年もフルで走り切ってほしい、物理的に不可能でも精神的にはやってやれないことはない、フォウ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 と相談されまして、ご存知の通り私はマスターの万能秘書、そういうことでしたらとサーヴァントの皆さんからの依頼を受け負ったのです。会場はとっても楽しいところだぞ。当然ながらマスターに拒否権はありません。自らの行いと向き合う時が来たのです。とはいえこれが通常人類には実行困難なミッションであることも承知しております。ですので、走れぬ犬には激励の雨、泣けない豚には叱責の鞭、痛みに勝る活力はなし、どんなダバでも甘く鋭く調教する、ビーストテイマータマモビッチコヤンスカヤ、心を鬼、いいえ女神にして仕えさせていただきます。
まあ、それは誤解というものです。私もできればタマモ族らしい神聖な姿でマスターを支配して差し上げたかったのですが、本能のままサーヴァントを召喚するケダモノには雷撃のごときしつけが必要でしょう。不眠不休で馬車馬のように働く12日間、もちろん殺すような不手際はいたしません。愛玩の獣の名にかけてあなたを一匹の獣にして差し上げましょう。シャワーも浴びずにベッドに倒れ込むのは衛生上おすすめしませんが、今はとにかく眠りたいご様子。起こすのはそれこそ鬼の所業ですわね。ともあれ、お疲れ様でしたマスター。いざとなれば本気の私の出番かとも身構えておりましたが、英霊の皆さんを従えるマスターにふさわしい立派な働きでした。ですので私からもほんのサービスを。ごゆっくりお休みください。また明日いつもの時間に。 NFF サービス代表取締役タマモビッチ・コヤンスカヤでした。Thank you.